最初一発目よエキスメンよエキスメンタイキはい、これこれこれがビーボーこれがビーボーいや、ほんとこれだよね、これさあちょっと、今近づいてますからね言いましょう、ほんとおかしいよね OK、さあ続きましてどんどんいきますよ、ビーボーイパークでおなじみビーボーイパーク2002は、yeah. クルーバトルなんと3人で戦って準優勝、そして2004年は悲願の優勝、半端じゃない、東京のバトラーを代表したこのチーム血を血で洗った硬派なチーム、you know? いきましょう、レプレゼン SIVA 柴田ら MSR バトル、知らないかもしれないですけど、2000年代初頭の関東は、まあ、芝って言って今ニューヨークのロックスタリークルーでレギュラーやってる ATS っていうのと、はい、さっき、うん、TIC 同じくロックスタリーで、この MSR マサル君3人で関東中殺しまくってたんですよ、はい、いや、あの本当昔のバトルシーンって本当ね血の匂いがしてたんですよ、はい、うん、本当同じ匂いのやつは、そう、それで俺がちょっとまずいなと思ってピースだヘチマだってあのマイクで言ってた、いや本当ね、その頃の本当のバトラーの、あーもういいやもう。こういうの。はい、行きましょう。OK、さあ、その血落ちで洗うバトルの相手となってたのが、このチーム。はい。家に帰ったら背中は血痕だらけ。足で切り裂くこの男です、ね、はい、実はストマックで傷ついてた。やりすぎた。バトルで傷ついたんじゃなくて、やっぱしっかり練習をして肩から血が出た。はい、行きましょう。よ、レペゼン、リズムスニーカーから黒いんだ。私はクロさんって言ったら、ね、AKA ザ・ロックって言うんですけど、昔はあの若獅子って言ってたんですよ、リズムスニーカーズの若獅子とか言って、あのタケちゃんそれちょっと恥ずかしいんでもうそろそろやめてもらえますかって、俺怒られた、そんな裏話あったんですか、でも今は鬼獅子、鬼獅子で呼ぼうね、みんなさあ佐藤さん、佐藤さん、OK、いました。
京を代表するこの人、はい、昨日も言いました、東京30年ものこの原宿御殿代々木を築いたこの男、Yo represent 80年代オリジナル東京 B ロッククルーのリーダー佐藤チこの方も、はい、もうレジェンド中のレジェンドですね、言うまでもなく来ちゃいました、昨日も、かましてくれました、はい、ちょっと足の靭帯がちょっと痛めてるのに ここまで、皆さんのためにやっていただけるということでね、ありがたいです。いきましょう、日本を代表するオールドスクーラー、よたかしブレーマー、Thank you.